はい、どうも、こじげんです。さあ、今回は SC 相模原の身体性を、えー、パサポの視点からね、見ていくっちゅうわけで、まあ、これがインアウトなんですが、いやー、入れ替えたねー。俺、そんなに相模原の動向を追ってなかったから、こんなに入れ替えてたんだってのは、ちょっとびっくりしましたね。えー、どうしよう。じゃあ、アウトから見ていくと、サムエル・アウベス。うん。<laughs> あの、なんかね、でも、なんかゴール決めた動画見た気がするわ。アルテュル、そう、やっぱこのチーム外国人多かったよね。 ああ、伊藤出たんだ。あ、出た。このチーム。なんかたまに見るわ。うん。川上選手。あ、平石出たんだ。からー。で、まあ、ジョン・ガブは鹿児島行ったよね。な <laughs> んでノーイメージなのかわかんないけど。あ <laughs> あ、ジオバンに。川上道ジョン・チは徳島行ったね。まあ、戻ったって感じで。浅沼。松岡、ジョナタン。ああ。森本、可能 末吉みたい、そうでしたね。中川。うん、ね大石は藤枝行きましたね。まあ、また、次の、次あたりかな。相模原の次の、次、うん。次あたりか。で、まあ、触れるだろうけど。で、安倍は栃木市。で、田中が、そっか、秋田行ったもんね。そう、ここら辺面白いことが起こってますよね。秋田、岐阜、相模原の三角形。えで、庭が未確定と。 えーなるほど。こう見る限り結構主力選手も出ていってるなーっていう印象はあります。うん。うん。結構主力出てってる。まあその一方で、こう、インなんだけど、いや、これもいい選手にいてね、まあ、梅バチバッチ梅バチがここにいまして、ジョン・インコン、ちょっとわかんない。ホムロ・ユーリマムチ。まあこの辺だからね、相模原らしい、ちょっと謎の外国人。<laughs> ねでまたこう、羽ばたいていくかもしんないよね、こっから。 ねえ、和田が来ましたね。そっか、マリノスから入ってきたっていう形になるのか、一応。まあ、秋田で、まあ、そんなゴール量産とかはしてないけど、やっぱチャンスメイクの部分で色を出せてたなと。あと、ただおー、おーなるほど。秋田からじゃあ2名ということで。で、まあ、守護神になるであろう、ビクトルだよね。まあ、ビクトルはなんで J3 行ったのってちょっと俺も驚いたぐらい。やっぱ J2 でもかなりね、実力発揮してたし、まあ、岐阜っていう、 まあまあまあ強くはないチームの中で結構救ってたんじゃないかなって印象はあります。おー、久保田ここか。なるほど。いやー、ここらでね、ちょっとバンと一花咲かせたいとこっすね。で、清原。そっか、神奈川から2名。おー、清原は J3 のレベルなのかなね、この辺もちょっとね、だから戦力増してるよな。松田、栄太郎っていうのかな。ちょっとわかんない。 まあ分かってだろうな。おそらく。斎藤、富山から。うん。えー、三島か。三島去年何ゴールなんだ選手メーカー見よう。三島、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 三島。三島どこだ三島。三島、三島。あれいなくねあれあ、いた。去年があ、4点あら、そうなんだ。 あんま出場機会なかったんか熊本で。うーん。で、星ね。いい選手いますね。白井、神奈川大。うん。あ、田村。なるほどね。ここにいると。うん。鹿沼、選手。うん。原田、あ、マリノスの。これキーパーかな確か。上野、東京国際大。あ、結構大卒もちらほらといますね。中村。あーおー、ユース出身か。 おー、これは楽しみだね。牛ガっての、かっこよすぎんだろ。<laughs> 名前かっこいいなえー,ーあ、あ、アンダー18の候補合宿に呼ばれてるんだ。へー。あー、じゃあ結構逸材なんだ。あ、身長でけえ186。ほう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 。あ、これは楽しみっすね。へー。 とういうところで、ま、面々、インアウトはこんな感じで、次がこれらんあ、なんかページが他のチームと全然違う。な、なぜ目元だけ映してんのあ、ちょっとわかりづらいな。キーパー、なんかポジション全部、ご、まとめてる感じが。ちょっとわかりづらいけど、でもなんか、ね、色が出てて面白いねやっぱビ、ビクトル目元綺麗だな。あ、ビクトルって1 1 1万あんの ?186 ぐらいの印象だったわ。あ <laughs>、かわいい。パー。あ、そんなでかいんだ、ビクトルって。 へえ、知らなかった。あ、<laughs> 直筆。読めないわ、こんなんちゃんとね、通訳の人が。<laughs> 日本語で書いてるね。心理学の勉強してんだ。すげえ。ね、J2 で1 0試合も出てますから。あ、私服。<laughs> お,おー、なんか、おー, <laughs> おー。なんか変わった色の服ですね。 ペパーミントとクリムゾンレッド。うん。富澤はもう目で一発でわかるね。いいね。渋い。富澤あ、富澤去年あんま出てないんだ。なんか出てる印象あったんだけど、そこまでだったんだ。あー、ちょっと、そっか、怪我とかあったのかなわかんないけど、うん。富澤 うん、おいつもつけている香水シャネルの5番シャレオツだな愛用のシャンプー石鹸うん <laughs> グリーンピース苦手なんだこの顔でグリーンピース苦手なのかよちょっとなんかね甘いものとかであってほしかったなトミーさんの苦手な食べ物 <laughs> グリーンピースは食っててほしいな ね、甘いものは俺はダメなんだみたいな感じだっ,ったしか男らしくねうんあと気になる選手そうだな稲本のページ見るかああなんかねこう朗らかな感じになったよねやっぱね <laughs> なんとなくうん <laughs> そりゃそうだおおなんか私服変わってる すごいオシャレなのかな俺のセンスはちょっとわかんないけど。そっかミルトンは残ってんだね。ミルトンってなんか可愛い名前だよね。あ、でもごしあ5試合しか出ないんだ。あれ。なんか最初の方の試合見てた時に結構持ち上がってっていい選手だなって思ってたんだけど、意外とその後試合出てなかったんだ。でも残ってるんだね。うじゃ今年はもっと試合出たいね、この選手。 うん。カンメラね。いやー、この戦車マジで期待っすよ。しかも相模原出身ってのがたまんないよな。<laughs> ね、こういうちょっとお茶目なところもあるしね。いやー、もう最初なんか試合見ててさ、カンメラカンメラ言ってるから何人がいるんだと思ったら、まさかの日本人ってね。おー、なんかすごい。おしゃれな服着てんな。幾何学模様みたいな。 ねえ、去年32二合も出たんだね。すごいね。うん。滝原ピストル好きなんだ。ふふふ。誰と付き合いたいビクトル。まあ、そりゃな。ビクトルイケメンだもんな。身長もでけへし。あ、新外国人のこの9番、有利。あ、ちょっとぽちゃってるそんなことない。<laughs> なんかちょっとお腹出てるように見えるけど。違うかな腹筋かな おう、グレミオとかボタフォゴとか結構、おう、パナシナイコス。う、えーん、有名なところにも有名。あフィゲレン、フィゲレンセ。うん、寿司ね、楽しみっすね、有利。まあ、といった感じで、まあちょっとね、何人か見ました。まあやっぱ今年もこのチームは、やっぱ中盤のところはね、 かじやまちきって感じなんすかね。それともやっぱそこ割って入っていって、久保田とかが行くんでしょうかね。だから、そうだよなフォワードとかも結構こうやって変わってるから、誰が軸まあ、三島が軸なんかなまあ、スターメンでずっと出続けたら10点ぐらい取る選手でしょ、この選手は。で、まあね、秋田でもやってた、まあ、和田だったり。まあ俺のやっぱ希望はこの有利がね、 ちょっとジョン・ガブリエル以上の何かを見せてほしいと思います。うん。えー、っと、じゃあ、イニホーム。おー、まあ、相模原はね、基本的に白そ、なんか袖が白くて真ん中がこう見たみたいな。あのね、そう、なんか2月ぐらいかな。相模原のあの、代表さん、望月さんだったっけなんか、 書籍より読んだんだ、ねうん、で、このね、ゴルだっけそうそうそう。こことのなんか、関わりとかもなんか、本の中に書いてあったな。すごい独創的なデザインでね、やっていきますみたいな。そう。まあ話ちょっとそれちゃうかもしれないけど、やっぱね、なんか、あの、始まりの話が良かったね。なんか、寿司屋の大将かなんかにね、お願いします、相模原になんか、スポーツを、サッカーをもったらしてくださいみたいに言われて、 何百万も自分のね、お金から出して相模原を建てたっていう、あ、SC 相模原を作ったっていう、その話なんかも聞いて、まあ私もね、あの、出生地、相模原なんで、<laughs> あの、署名もね、しましたしね。いやー、あの駅前にできてほしいな、どでかいスタジアム。いやー、俺も何年か前にね、あの、朝、まあまあ夜もだけど、横浜線でね、あの、相模原通る毎日だったんで、 ねえ、ここになんかスタジアムできたらいいなぁなんてね、勝手に自分の中で妄想してたら本当に実現しちゃうんじゃねえかなっていう感じがして。多分あそこだよね、あの、どでかい駅前の、あれだよね、アメリカ軍かなんかのあそこでしょ多分、多分、うん。ねえ、あそこにスタジアムできたらちょっと俺、やばいなぁ。ベルディが好きだけど、坂見原のサポーターになっちゃうかもしんない。<laughs> 緑だしね、応援してるんですよ。 そう橋本でね、なんか前、たまに、ふらっと買い物してるとき、相模原の選手たちがなんか、ビラ配りかなんかやってたな。誰がいたか忘れたけど。えー、で、これが実際のユニフォームということで。うん、かっこいいね。てか、可愛いかもな、どっちかといったら。うん。かっこよくもあり、なんか、可愛い感じもするね。うん。やっぱ、擬音が真ん中に入ってるんですね。うん、相模原のユニフォームは、デザインがやっぱ、独特でいいっすね。はい。だけでまあ、見てまいりました。 これどこだろうアリオかな違うかなわ <laughs> からんけど。えー、まぁ、あ、監督がね、三浦さんってこと、あ、監督、スタッフ見てないな。スタッフ見よう、スタッフ。スタッフー。スタッフー。え、ね、三浦さんっていうことで、えー、まぁ、あ、スタイルとしては割と主体的にボール持っていくみたいな感じで、まぁ、あ、俺好みのスタイルだなぁ。 うん、ちょっと一回もね、相模原の試合見に行ったことないから今年ね、ちょっと行こうかなって考えてます、うん。で、面白かったら俺やばいね、そっちのサポーターになっちゃうかもしれない。<laughs> だってだ、ちょっとね、やばいけどそう今までね、やっぱ本命をね、ずっと見ててなんか他のチームの試合行ったらそっち好きになっちゃうかもしれないっていうその浮気しちゃうかもしれないっていう <laughs> そのね、自分に加勢制限をつけるためにわざと他のチームの試合見に行ってなかったんだけどちょっとね、相模原 興味が出てきちゃって、ちょっと今年行こうかなーって思ってます。原タイマー。ねえ。あそこ歩くんだよな、だいぶな。まあでも、ちょっと行ってみようかなと思いますん、ね、で、早く J リーグ再開してください。マネージャーとどろき。キュンギュンか。<laughs> ええー、まあいろんな方がいて支えてますね。あ、三原ハラ共同病院。そう。俺の出生、出生したところここですね。ここで生まれました。 ああ各病院とかからなんかいるんだね。へえへえ。まあ、つったところで、今年のサガ原楽しいんですね。はい、以上です。